相乗りを見たぞと、カノカズマです。いやちょっとなんかファイナルファンタジー7のねあのキャラみたいな喋り方になっちゃいましたけども、相乗りを見ました。一番新しいやつをね見ました。まあ、僕のねその相乗り歴で言えばヒデがいた頃を見てましたね。だから小中高ぐらいですか、20年10年ぐらい前のやつを見てましたね。あやとか嵐とかさんちゃんとか、あその辺だよね見てたのは。でその後は全く見てなくて、今やってるネットフリックスのシリーズもこれがね初めて見るんですよ。そんなね僕が初めてこのシリーズを見て果たしてどう思ったのか、感想をね言っていきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。まず一番最初に男性陣4人が紹介されるんだけど、そこに登場したのがシューマイというね、なんだろう、もう太っててメガネで、でモテなくてっていうキャラクターでね、すーげー落ち着く。本当に申し訳ないけどね、やっぱねこういうキャラクターがいるとね本当ね落ち着く。嬉しいよね。やっぱ美男美女だけだとねちょっとねダメなんですよ。世の中やっぱバランスですから、なんかシュウマイみたいな、まあ彼はその早稲田大学在学中っていうねその肩書きがあるけど、でもねモテないっていう点ではねやっぱ見てて落ち着くよね。でもこういうのってさ、女性はなかなか選ばれないよね。その美人じゃない女性っていうのはさ、なかなかこういうのって出てこないよね。まあ、昨今のエンターテインメント業界全部に言えることだけど、やっぱちょっとネタにしにくいのかな。そしてこう女性陣が3人続々と登場するんですけどもね、みんなね美人だね。コウとスースーとハスキーの3人がもうね、なんですか、ほんとでも美人なんだけどね、こっちもこっちやっぱ、ね、落ち着くよね。もうテラスハウスはねやっぱ気取ったやつが多いから、こっちはやっぱちょっとその地に足のついた人とか、その芸能関係を目指してるっつってもやっぱバイトで頑張ってるとか、やっぱねなんつうの、下町感があってねやっぱ落ち着くんですよこっちは全然。でこのね3人だったらね僕はねやっぱハスキーですね。ハスキーが一押しですね。ハスキーみたいなねやっぱちょっと気の強い女性にね説教されたい。説教されたいな。でまあさ、やっぱりさ相乗りをねその大人になってから見るとラブワゴンでの旅って大変そうだなって思うよね。思いませんか。やっぱりさ、そんなにさなんかこういいシートじゃない車で、それでもう道もさ整ってないところでさガッタンガッタン揺られて、それで何時間も車に乗ってるとさ、もうなんか腰悪くしそうじゃん。もう大人になってから見るとね、そういうとこ気になっちゃって、俺はこの旅は辛いなとね、ただでさえなんか慣れない土地のだけなのにね、車で何時間も揺られるなんてほんとさえ耐えられない。でまあ旅が始まって、そのシューマイがあのなんかその食べ物を、俺は食べたいものだけを食べるんだっつってフルーツを食べるっていうあの展開、おめえただ好き嫌いが多いだけじゃねえのかっていうね、ちょっとなんかそのボンボン感、感じてね、うわちょっとやだなと思ってね。で彼ね童貞らしいんですよ。童貞なんだけどやったことはないけど、でピンサロに行って手で抜いてもらったみたいな、いやそういうこと言うんだよね結局童貞って。そのやってなくてもやったふりをするのが童貞だから、そうだからねちょっと上に立とうつんでね、いややってはないですけどでもピンサロ行きましたからみたいな、ちょっとだけ上に立とうとするんだよね。そのね微妙なプライドがねやっぱね可愛いね、可愛いか分かんないけど面白いねその童貞の。とまあ第1話の感想動画はね終了です。短い、短くなっちゃうんだな。やっぱりねちょっとね動画にはしにくいかなって思ったね。そのまず映像がさすごい完成されてんじゃん、もうテロップバンバン出てるし、だからその編集の余地がないのよねこっちとしては。なんかテロップ置いたりとか、それツッコミどころもさ結局編集とすでに出来上がってる編集と同じポイントに対してツッコミどころとかが出てきちゃうから、
編集とか映像に対して何かをできる余地っていうのがあんまりないかなって思ったし、それになんか社会問題とかも出てくるじゃないですか、アフリカとかの。俺もう2話とか3話見てんだけど、そんな社会問題について言うこともないしね。だからまあ動画としても本当短くなっちゃうし、言うことあんまないなって思った。だから今その最新シリーズやってるけど、どうしようね。まあ一応最新シリーズまで見て感想動画毎週一応作っては見るけど、まあ需要の問題かな。そこでなんか需要がないなって思ったらやめるかもしれない。もう最近はね本当に必死ですよね。もう恋愛リアリティショー寄りになってきてから、このチャンネルも。もう本当にもう本当プライドなんかないよね。そっち側に寄ってくよね、どんどんと。伸びないんだからさ。まあそう思ったってことで、まあ一応最新シリーズまで追いついて感想動画作ってみたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで今回の動画はこれで以上です。お疲れ。